はい。時の状況がですね、僕みたいなの残ってますよね。まあ、周りが急でされて。はい、楽々科学実験の山田です。今回はオランダの涙というものを紹介します。割といろんなメディアなんかでも紹介されているものなんですけども、まあ、要はガラスを溶かしてですね、水とか油にポチャンと落として急冷して、このガラスの玉状に固めたものなんですね。今こう、容器の中に入ってたのをこう手で取り出したんですけど、たまにこう引っかかったりなんかしてパチンと割れたりして怖いんですけども、こんなような形なんです。まあ、確かに涙型になってますよね。涙型に見えると思うんですけど、ちょっと近づけてみるとこんな感じですね。ちょっとこうおたまじゃくしっていうか、こう先っぽがこう先っぽが頭が丸くて尻尾みたいなものが残ってるのが分かりますかね。尻尾みたいなですね。はい、では今日はですね、このオランダの涙の、まあ、簡単な作りと、まあ、作り方を中心に説明したいな。操作手順としては非常にシンプルで、このトーチバーナーですね。トーチバーナーと、あと、まあ、内室のガラスですね。まあ、加熱して、こう、温まってきて、こう、溶け出してですね、こう、雫のようになった状態で、下でこう、キャッチするんですけど、まあ、よく、水なんかでね、キャッチするのを紹介されてるんですけども、結構まあ、熱の伝わり方の関係で割れることが多いので、これ食用油なんですけど、これ使うと割と成功率が高いので、油を使った例を紹介したいと思います。シンプルにこれ加熱して下に滴下するだけですね。かなり熱くなるので注意が必要です。これガラス管を使ってるんですけども、中空洞なのでね、その分熱が伝わりやすいというか、割と溶けやすいので、ガラス管を使っています。もちろんね、内室であればね、ガラス棒でも問題ありませんけどね。だんだん雫状になってきました。はい、うまく下の油のところに落ちればいいんですけど。はい、はい、はい、次ですね、出来上がった、作ったのこのオランダの涙ですね、これがいかに、強いか、硬いかっていうね、いかに強くて硬いかっていうね、ことを示す演じなんですけど、この金賞ですね、金太鼓にこう乗っけてですね、これハンマーで叩くんですけど、まあ、あんまりいい演じじゃなくて、これでハンマーでこう叩いてもですね、これ割れないっていうのを示すんですけど、硬いなと。でもたまにですね、こっち側の方、端っこの方に当たると割れちゃったりするので、万が一こう飛び散らないようにですね、布とか紙で押さえて、まああまり頑張らずにですね、硬いなっていうのを示すっていう、こんな感じですね。本当はガツンってガンってやって見せたいんですけど、またうわっですけど、まあ、割れにくいと、硬いと。でこのおたまじゃくしですね、涙型のガラスなんですけど、まあ硬いんですけれども、ある方法を取るとですね、
簡単にこう割れてしまうと、破裂してしまうと、ね、この尻尾の部分ですね、この歪みを保ったままですね、こう歪みがこっち側の方に、尻尾の方にこう残っているので、そっちの方、尻尾の方をカットするとパチンとやるとですね、あの簡単にこう割れてしまうと。で、粉々に砕けて、粉になるものですから、そんなに危なくないんですけども、でも目に入ったりすると危険なので、あの袋に包んだりとかですね、そういう安全の配慮をするわけですけども、まあ、袋にくるんでですね、粉々になるのを見せるのも一つの手なんですけど、この水中でですね、このペンチでこの尻尾の部分をカットして、破裂させるというのもよくやられている実験です。まあ、水の中なので安全だっていうことですね。しかもこの破裂の威力が結構強くてですね、たまにこのビーカー、この側面に当てるとですね、割れたりするんですね。このビーカーの使い古しの、普通の実験で使えない、ちょっと汚れて、ちょっと破損してて危ないビーカーなもんですから、これを例にですね、まあ、壊れてもいいように、これをサンプリングに使ってみたいと思います。じゃあペンチで尻尾の部分を切断してみます。うまくいきますでしょうか。はい。あ。じゃあそもそもオランダナビってどういうものか、ごく簡単に話をしますと、まあ、これ下手くそのイラストなんですけど、これが今紹介したこの涙型のガラス、まあ、ガラス温めてですね、こうちゃんと水とか油に落として、まあ、こんな形に固まったガラスの玉だと思ってくださいね。ね、で、うんと加熱しているので、あのこうガラスが真っ赤かになってですね、あの熱い状態で、これ熱いっていう意味ですね、こう熱で温まってる状態ですよね。それが急に冷やされるので、まあ、冷やされますよね。急冷すると、こう周りがこう急にあの冷やされると、そこの部分が固まっちゃうんですね。でそこでガチッとこうロックされた状態で、あの冷えるものですから、中がそれに追いついていかなくて、応力っていうんですけど、力がですね、熱がこもってる状態で固まっちゃって、でも収縮が進んでいくので、周りからこう応力っていうんですけど、こう力がこう内側に向くんですね。ね、そうすると内側もこう固まろうとしますんでね、そうするとせめぎ合いが起こるんですね。そうすると内側がうんとこう、歪みが残ったままです ね、こう真空の泡ができちゃったりするんですね。こうそれに耐えきれなくなっちゃって、もちろん内側のガラスも外側にこう引っ張られるので、この部分にこう真空の泡ができちゃったりなんかするんですね。まあ、よく観察すると泡が見えたりなんかするんですけど、まあ結果としてこう急激に固まって、うーんとあの歪みが残ったままで固まってしまうと。でこっち側の方に、この尻尾の方ですね、尻尾の方にこの歪みがこう残ったまま固まっていくと、ね、全くこう均整の取れたあの玉ではなくてですね、歪みを持ちながら、しかもこう変わった形、ちょっと先っちょよりこう伸びるような形で固まるので、こっち側の方に、ね、歪みが残った形で固まってしまう、そういうことですね。まあ、ここは強化ガラスになっているので、あのよ、ね、ハンマーで叩いても割れないぐらいの、強いガラスになるわけですね。急激に固まって、いわゆる強化ガラス、非常に硬いガラスができるんですね。あのハンマーで叩いても簡単に割れないぐらいの硬さになります。ところがそういう強い硬いガラスなのに、こっち側のですね、この歪みが残ってる部分のところ、ペンチかなんかでパチンと切ると、その歪みがですね、均衡が崩れて一気にバーンと割れてしまうと。
車のフロントガラスなんかに使われている強化ガラスと同じようにですね、粉々になってしまうんですね。まあ、粉々になってしまうから安全っていう考え方もあるんですけど、そういったちょっと不思議な二面性を、強い面と弱い脆い面、二面性を持っている不思議なガラスとして知られているものです。こちらのティッシュペーパーの上に置いてあるのが出来上がり品なんですけど、手で触るとですね、たまにパチンと跳ねたりするもんですからちょっと怖いんですけども、この偏光板の上にですね、このオランダの涙、オタマジャクシ型なんですけど、わかりますかね、非常にこう歪みのある、構造をしてまして、この偏光板重ねるとですね、わかる通り綺麗にこう変更するんですね。非常に出来上がりの時の状況がですね、非常に歪みを持ったまま急冷されて固まるもんですから、このように偏光ガラスになるというものです。先に偏光するっていうのを見てもらったんですけども、よく観察すると周りが急冷されて外側にこう引っ張られる、この内側が少しこう熱を持っている状態で外に引っ張られて、まあ、内側にこう気泡が残るというね、そういったものなんですけども、 そういうことによって、できる構造なんですけどもね、まあ、これもオランダの涙の一つのこう特徴ではあります。